皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年4月の1日土曜日でございます。気温は19度、そんな高いのでございますか。いや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 、道理で確かに考えてみますと暖かいなとは思ってました。体感温度でも、あーそんな高いのですか。まあ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 、今日という日を祝福しているのかもしれませんよね。もう皆様はサムネイルご覧になってくださいました？じゃあ改めて申し上げさせていただきます。皆々様、この引きこもりスアワー1111回までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。本日をもちまして、この引きこもりスアワー終回とさせていただきます。なんだか、そうですね、なんと言いましょうか、エブリデイエブリデイ長かったなーっていうような気もしますが、よくよく考えるとこうして過ぎ去ってみるとあっという間でしたね。短いぐらいだなって思いますよ。もう3年ぐらいやってましたでしょうか。エブリデイエブリデイ馬車馬のように放送に臨んでまいりましたが、はい、もうこれが最後かと思いますとなんだかちょっと寂しいですよね。皆様はどうです？終わっちゃうのかと思うと、あ、終わってくれてやったーってそんな感じになっちゃってます？それとも、いやいやちょっとやめないでよってなっちゃってます？さあ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 、まあそういうことでございまして、はい、本当にここまで長いようで短い間誠にありがとうございました。明日からは特に予定はございません。はい、特に予定はございませんが、どうかジャムキッチンとのお付き合いをよろしくお願い申し上げます。これ難しいな、これ難しいですよ。もうリテイクを何回繰り返したか分かりませんよ。それぐらいリテイクしました。もう30回以上かもしれません。はい、それぐらいもう NG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  でもう僕の喉はガラガラですよ。もうすみませんね、本当にもうお分かりかとは思いますが、はい、本日エイプリルフールです。エイプリルフールということで、実のところ最後までこういう雰囲気でやっていこうかなって思ったんですけれども、僕はこの雰囲気でずっと続けることが不可能でした。もうそういうなんて言うんですか、嘘っていうのは、僕は嘘はよくつきますけれども、でも下手っぴなんですよね。ですから嘘をやっていこうとするとうまく喋れなくなっちゃうんですよ。ですからもう途中でつっかえたり言葉がガランガランに絡まっちゃったりして、もう本当に大変でした。このここまでもうこれでもうですから、もうぶっちゃけてもう最後までやり通すのは諦めちゃいましたよ。すみませんね、
最後まで突き通せませんで、それぐらい最後までちゃんとやってよみたいに思われちゃいますよね。そうですよそうですよ、そうですよ、最終回なんていうことはありませんからね。明日も明後日もエブリデイエブリデイ続いていきます。ですから今後もよろしくお願い申し上げます。はあ、すっきりした。やっぱり嘘は抱えていると喋りにくくて本当仕方ないですね、とのことでして、はい、まあエイプリルフールのリップサービスといったところでございます。やっぱりどうなんですか、本当にそれを喜ばれた方とかいらっしゃいます？もう終わるんだっていう風に喜ばれちゃった方、そういう方がいらしたらただただ悲しいですが、本当に終わるのを嘆いてくださる方が多いことを信じます。じゃないともうやってられませんよ本当に。そして1111回という記念すべき回、ここまで到達したことも皆様のおかげさまでございます。本当にありがとうございますね。はい、とのことでして、ちょっと驚かれた方はすみません、驚かしてしまいまして。それにしても本当に僕は嘘が下手なんですよね。なんかもうちょっとうまくできたいなっていう風にそうは思いますよ。もう、もうちょっと、まあでも今回のこれが NG になりますと、もう本当に声が出なくなるほどもう NG を連発してますから、もう今回で本当に、はい、 OK をもらいたいと思います。ですので多少の失敗はお見逃しくださいませ。じゃあ行きますよ、昨日のお夕飯に。それでは行きますね。僕の昨日のお夕飯はポテトチップスとチョコレートでございます。はい、これもダメですよ。決してこういう食生活になってはなりませんよ。もう昨日がもうヘトヘトなんですよ。とにかく僕もそのクマの手伝いによってものすごい疲れちゃいまして、とにかく甘いものを、はい、摂取しないと倒れちゃうっていうような、そういう気持ちになっちゃいまして、もう甘いものを摂取した次第でございます。そしてそれだけでは足りずにポテトチップスまで食べちゃいました。お腹ポンポコです。ポンポコ僕です、とのことでして、まあ美味しくは食べることできましたが、ちょっと食べ過ぎたかなって思います。これはそうですね、控えないといけませんね。すみません、今ちょっとハプニングが起きまして、もう、うわこれで NG はきついな、すみませんね、ちょっと無音になっちゃいまして。はい、そうなんです、ちょっとなんかピンポンみたいなことが鳴ったのでございますよ。はい、びっくりしました。はい、大丈夫です、このままそれでも続けさせていただきますこと申し訳がございません。もうこれ以上のやり直しは不可能だと僕の中で判断しております。ですので続けさせていただきます。じゃあお便りコーナー行きましょうかね。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りあだたにまたまたありがとね。新しいお言葉をたくさんいただきまして、本日が
またまた僕は楽しみでなりませんですから。はい、ありがとうございます。本当に。じゃあじゃあもう早速その楽しみであるサンピアさんの一言拝見したいと思います。じゃん。これはまたなんだろう。っていうようなそういったようなお一言でございますよ。とにかくこれご説明するの難しそうだなっていう感じをします。まずこんがらかってるらしいです。もうごちゃごちゃにこんがらかっている、そうした牛さんか豚さんかは分かりませんが、その内臓をぐつぐつ煮込んだもの、はい、それがとってもとってもこんがらかっているという状況でございます。今のでお分かりになりました？ちょっと難しいですよね。じゃあその内臓をぐつぐつ煮込んだものっていうのはなんとなくお分かりになります？はい、みんなでつつき合う、まあ冬の定番な食事でございましょうかね。それでございます。それの内臓を煮込んだものでございます。内臓を煮込むっていうと改めて言葉にすると怖いですよね。そうは思います。そしてそれがですよ、それがとにかくもうこんがらかってるみたいなんですよ。なんでこんがらかっているのかはちょっと僕の中ではわかりません。でもまあこんがらかっているっていうことは確かなようです。まあなんて言うんでしょうね、こんがらかっているのをもうちょっとなんかこう恋愛風に変換してみてくださいませ。恋愛風のちょっとこんがらがり、これをご想像くださいませ。そうするとその言葉が出てくるかもわかりません。まあでも難しいです。とってもとっても難しくて、そして僕はこの言葉を受けてどう感じたかと申しますと、もうちっともわかりません。どういったことだか。まあきっとそうなんですよね。きっとその内臓のその部位がものすごいこんがらかっちゃったんじゃございませんか。ちょっと想像するとどんどん怖くなりますよ。どんどん怖く、ちゃんと細かく切ってよって言いたくなりますよね。そういうような感じでございます。ですので僕はちょっと苦手な食べ物かなっていうような感想は抱きました。じゃあ行きましょうか。本日長くなっちゃってますしね。はい、ありがとうございます。なんだか僕の下手な嘘にお付き合いくださいまして、一応ツイッターでも嘘をすいません、もう本当に喉がもう声が出なくなっちゃってきてます。裏返っちゃってますとのことでして、行きましょうね。もう行きましょう。では行きますよ。サンピアさんの一言、それではサンピアさんよりの一言どうぞ。もつれもつ鍋。